ノスリは、鳥類た科目たかのスリ属の一種である。従来、ノスリ属の模式種ヨーロッパのスリブテオブテオなどと、同種とされていたが、2008年の分子系統により、別種と判明した。中央、南シベリア、モンゴル、中国、日本に生息する。カキはアカンや、温帯域で繁殖し、冬季は、熱帯や温帯への渡りを経て越冬する。日本では、 アッシュのスリ、アッシュ大東のスリ、アッシュ、小笠原のスリが生息する。アッシュのスリは、北海道、本州中部以北、四国の産地で繁殖し、繁殖地では流暢である。この他南西諸島を除く全国に、冬鳥として飛来する。アッシュ大東のスリは、大東諸島に流暢として生息したとされていたが、すでに絶滅しているとされる。アッシュ、小笠原のスリは、 小笠原諸島に流暢として、周年を生息する。全長50-60センチメートル。翼海長100-140センチメートル。体重500-300グラム。オスよりもメスの方が大型になる。背面は褐色。覆面は泡褐色の羽毛に覆われる。喉の羽毛は黒い。交彩は褐色。かつてのすりに禁煙と考えられた。 ヨーロッパのスリのスリに近縁なマダガスカルのスリ系統はラーナーエトール、種は IOC より、かつての抗議のノスリビーブテオは系統的に離れたヨーロッパのスリビーブテオ、ノスリビージャポーニカス、ビリフェクタスの3種に分割された。ノスリはマダガスカルのスリに、ビリフェクタスは大ノスリに近縁である。ヨーロッパのスリはユーラシアの広域で繁殖し、アフリカや、 熱帯アジアでも越冬する。B. リフェクタスはヒマラヤに生息する。かつて別種とされることがあった草原のスリ B.B. ベルプイネスはヨーロッパのスリに留められる。と、アッシュ大島のスリは1970年代初めから記録がなく絶滅した可能性もある。また、分類の基準となるタイプ標本が存在しないため、そもそもアッシュとしての存在を疑問視する声もある。 平地から山地の森林に生息する。群れは形成せず、単独もしくはペアで生活する。植生は動物食で、昆虫類、節足動物、陸生の貝類、ミミズ、両生類、爬虫類、鳥類,類、小型哺乳類等を食べる。繁殖期には縄張りを形成する。樹上や断崖の上に木の枝を組み合わせた巣を作り。 日本では5月にに4個の卵を産む。主にメスが放卵し、放卵期間は3335日。ヒナは孵化後5055日で飛翔できるようになり、その4055日後に独立する。生後に3年で生成熟する。狩りの際の挙動は、定期から急降下と口述する、樹上から急降下して、補福飛行が見られる。和名のすの由来の説として、 上気候舎の木の絵からの狩りの際に、脳するような地表すれすれを、補服飛行することが知られている。獲物に気づかれぬように接近する目的の行動と思われるが、最終位置の確認と思われる、獲物の直前でポップアップ起動をする場合も目撃される。種とされて、日が浅いため、IUCN レッドリストでは UR である。人里近くにも生息するため、 環境破壊による生息地や獲物の減少の影響を受けやすく、生息数は減少している。鷹と似ているが鷹狩りに使えないため、役に立たない鷹として、奈良時代にはクソトビと呼ばれていた。ありがとうございます。